19世紀のギタリスト、マッテオ・カルカッシ・フェルナンド・ソル・器楽のジャンルとしての、クラシックギターは、クラシックギターを使用するクラシック音楽のことである。現在で言うところのクラシック音楽のうち、ギターを用いた演奏や楽曲は、ルネサンス期にはすでに存在していた。後述のように、続く、バロック期、古典派、ロマン派の作曲家たちの中にも、ギターを使用する楽曲を書いたものは存在する。 しかしギターはクラシック音楽の中ではあくまでも暴流の存在であり、これは現在に至るまで事情は変わらない。18世紀末から19世紀前半にはフェルナンドソルやマッテオカルカシラスグレタ作曲家、演奏家が活躍し、コンサート楽器としての地位を確立してゆくが、これらの演奏家が一線から去るとともに一旦衰退する。20世紀に入ると、 スペインのギタリスト、アンドレス・セゴビアが、新しいトーレスタイプのモダンギターを使用して、精力的に演奏活動、また、他楽器向けの作品からの編曲によるレパートリーの開拓を行い、再びギター音楽が注目され始める。彼のために、数多くの優れた作曲家がギター用の楽曲を書いた。その後、ナルシ・ソイエペス、ジュリアン・ブリーム、ジョン・ウィリアムズ、 クリストファー・パークニングなどの演奏家が、それぞれ独自のスタイルで、クラシックギター愛好者の幅を広げた。日本では、山下和人が、オーケストラ作品などの編曲演奏を通じ、超絶技巧を駆使した演奏を繰り広げて、ギターの楽器としての潜在能力を極限まで引き出した。その一方で、福田新一などが19世紀ギターを活用し、 古学期としてのギターの魅力を追求している。クラシックギターのレパートリーには、19世紀ギターのために書かれた作品や、近現代の作家の作品の他に、ルネサンス期のスペインの楽器、ビューエラのためのオリジナル曲、バロック時代のリュート作品や、幅広い時代の様々な楽器のための楽曲からの編曲も多い。20世紀には、ホワキン・ド・ドリーゴ、 カステルヌ・オーボイコール・テデスコなどギターを弾かない作曲家が数多くのギター作品を残した。その一方で、レオブローウェルなど高いギター演奏能力を持つ作曲家の活躍も続いている。オペラアリアの伴奏にも使われている。ありがとうございます。